ありがとうございます。あ、お邪魔します。この間動画出したじゃないですか、ごめん。これ片付けてもらったんですよ、ある程度。もらっちゃったのね、もう。だいぶ。で、このアクティブームのキャッチャーミット、これを、ちょっと、だいぶ柔らかくなったんで、キャッチボールしていこう。なるほど。はい。取れるようになったし、このままみたいに弾くことはもうないよと。もうないと思いますよ。で、その動画を見て、アクティブームの方も、すごい喜んでました。はい。ちょっとこれも今、販売中、実は。販売もしてるので、気になった方は、概要欄見てもらって。まあ、ちょっと仕様は違うけどね。そうっすね。じゃ、これでちょっと、キャッチボールします。はい。よっ。はい、よ。低めが綺麗に取れる。そう。どうすか。いや、いいね。閉じるようになってる。ちょっと顔がね。どや。やべっしょ。まだ落としないで。ほら。スチーム片付けですか。そうだ、スチーム何回もやった。はい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 。やっぱケツよりスチームだったと。ケツよりそうっすね、やっぱ。よっしゃー、頼むよ。まだ一回も落としてないよ。でもこの間の映像見た人は分かると思うけど、マジで落としまくってる。まあね、そちらの動画もね、まあ見てほしいね。はい。ちょっとまだ、まあ、音はちょっと悪いけど、もう関節は完璧ついたかなっていうような感じなの。そうなんだろうね。まだちょっと硬いけどね。よいしょー。いやー高い、いい音。音いいな。よいしょー。下かも下かも下かも。おい、あら、音よくね。インコースでそこで取れるのはそのミットだからかもしれないですね。音よくね。うん、やばくない。おー、いいねいいね。音めっちゃ気持ちいいね。はい、低め取れねえよ。取れてるけどね。ガッチリしてるって言い方がいいのかな。おえ、地形正面正面こっちよりは、うん、引っ掛け取りがしやすそうなんですけど、あ、やべ。まだ動くね、確かに。ちょっとこう、よっこえしないと。あ、引くぐらいね、引くぐらい。そういうこと。軟式だともうちょっとかも。ただこの前よりかは全然いい。はい、よくね。うん、縦取り、これ縦グラブ。でもミットとしては多分横だと思う。いや、落とさないしね、これ。なんで落とさないし、音めっちゃよくね。めっちゃ荒いか、翔平さんの時めっちゃ遅い。俺に合うグローブ。おー、めっちゃいいよ。めっちゃよくない。おー、甘い。無駄にグローブこうしなきゃいい。というわけで、どうすかね。どう、前より良くない。前よりは全然閉じる。しかも音がすごい、甲高がね、うん、なんか今まで聞いてきたキャッチャーミットの音の中ですごい高い気がする。それこそ GS も高いから、どっこいどっこいぐらい。でも高さ的には似てるかもしれない、うん、GS。 ただ革質が違う分、どっちに合うかっていうのはまあ人それぞれかな。和牛なんだよ。和の牛だよ、和の牛。うん、まあこれ正直俺ってなんかこう取りだったのね、本当は。はいはい。けどキャッチャー浅めでこう、何、こういう感じで浅めでこう取る方がいいっていうのを聞いて、こう取りはしました。こう意識してたんだけど、今はもうこうやって意識、こうやって意識してます。キャッチャーミットって、あ、こうやって取ってもいいんだっていう概念になりました。はいはい。昔よくこうぺしゃんこになってこうなってたグローブがあったから、ちょっとこう正直こうなってるグローブのぺしゃんこになってるやつを見て、古びたやつを見て、
こういう勝ち組ってのがいいんだなと思ったけど、取る側的に最近ほんとこういう風に取るのが一番取りやすいなっていうのは思いました。で本当にいいグローブなんで、多分今後出ると思います。またちゃんとしたもう本ちゃんのものが出ると思うんで、チェックよろしくお願いします。はい、というわけで、本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではどうでしょう。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。